皆さんこんにちは、ビーレジェンド栄養士の板垣です。皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。はい、堀さんも来てくれました。どうも。はい、前回作った、ミルキーココア風味を使った、そのままシェーカープリン、今日は実食編を撮っていきたいと思います。だいぶ振り切ったものができてしまいました。なんでしょう。はい、イメージしてるのは、はい、こういうここにこういうプリンですよ、ね、こういう可愛いやつ、カップに入った可愛いやつだって、板垣さん女の方が作ってる女性が作ったスイーツですからね、そういうの想像してますよね。そうですね、なんかそういう風に言われるとちょっと出しにくくなっちゃうんですけども出していきたいと思います、はいはい、ちょっとね、プリンの固定概念ちょっと知ってください。わかりました。はい、こちらです。え、これ伝わりますかね、このでかさ。やばい、私顔ちっちゃくないからな、やばいですよこれ、これ知ってる、これちょっと本当出すか迷いました。知ってるプリンと違うやつです。なんか令和のプリンはこんな感じですよ。でもね、プルプルで美味しそうではありますけど結構衝撃の方が先行っちゃって、ちょっと本当に振り切って、最初はちょっとね、なんかこうこれね、牛乳 400ml で作ってるんですけども、200ml だともうちょっと可愛らしいサイズなので、やっぱビーレジェンドはなんかもう規制概念を打ち破っていきたいと、そういうブランドなので、ちょっとビーレジェンドらしくさを出してみました、まあ、プリン好きの私のためにね、大きいの作ってくださったってことで、はい、そういうことです、はい。はい。じゃあ自作に堀ちゃんに食べてもらいましょう。はい。はい。はい。で、いただきます。はい、そうそうだ、また何回目だよって、ね。自粛明けもちょっと厳しくいきたいと思います。はい。すいません。はい、では手を合わせてください。せーの、いただきます。ありがとうございます。これあのカラメルの部分は何なんですか？これね、あの沈殿したものが、3、4時間冷蔵庫で冷やすんですけども、それでちょっと沈殿して、そこがちょっとプリンのカラメルみたいになってますね。どうでしょう？うん、見た目以上に美味しい。あ、よかった。見た目で損してるタイプですかね、これ。これはでも、めっちゃ美味しいです。今までで一番好きかもしれない。あ、よかったです。は普通のプリンだったら、まあ、卵黄が、メインで入ってたりとかするんですけども、やっぱり卵黄入れてしまうと脂質がかなり高くなってしまうので、卵を今回使ってなくて、本当にプロテインと牛乳とゼラチンしか入れてないので、はい、これはご褒美ですね。あ、よかったです。めっちゃ美味しい。ちょっとこんな見た目なんですけど、まあ、卵アレルギーの人でも食べれるようなレシピになってますので、多分ちっちゃい子とかめちゃくちゃ嬉しいと思います。あ、うん、そうですね、これで栄養もしっかり取れるね。なんかすごくあのこのプリンが報われるようないい声でもらいましたいや、でもすごいですよ、結構食べました今結構ね、あのちょっとしか進んでないように見えるんですけど、だいぶ進んでると思いますよ。1個分ぐらい食べたんじゃないかな、もう結構完食まで大変だと思います。じゃあこれあのスペックのおさらいなんですけども、牛乳 400ml で作った場合、カロリーが 387kcal、タンパク質が 33.8g、脂質が 17.2g、炭水化物が 24g です、はい、であの無脂肪乳で作ってもらったら、もうこのプロテインの元からの脂質だけのになるので、まあ、脂質 2g ぐらいで抑えることができますので、まあ、皆さんの目的とか、まあ、ダイエットやってるやってないとかにの状況に合わせてあの作ってもらったらいいと思います。まあ、通常これだいぶでかいサイズなんですけども、まあ、通常牛乳 200ml で作った場合だと、まあ、エネルギーが 257kcal、 タンパク質が 27.4g、脂質が 9.8g、 炭水化物が 14.7g です。まあ、普通のプリンにしては少しあの、まあ、カロリー控えめかなというようなところですね、はい。なんでお砂糖も使ってないんですもんね。あ、そうですね、プロテインの甘みだけなので、これね、味とか変えてもらってもいいと思いますね。これのミルキー風味だったりと
か、まあ、激うまチョコ風味とかでも合うと思います。あ、確かに。あとプリンパサ出すんだったらキャラメルコーヒーとかも合うかな。あ、いいですね、絶対合います。そうですね弾力がそのさっきからずっと揺れてるんですよこれうん、はい、やばい。今日もでかい料理作ってしまったので、もう締めちゃいたいと思います。そのままシェイカープリン作ってみたいなと思った方、ぜひグッドボタンとあとチャンネル登録お願いします。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。